まあ、自分の人生やし、自分の痛み取るためにやってるし、だから人が何言われようとも、まあそれはしないと俺はいけないし、じゃないと起きれなくて音楽できないっていうのは俺の中で話にならないんで。で、まあそれと今付き合ってて、で、音もすっごく気持ちよく聞こえて、で、それからっすね、でも、飲む量は一回アトランタで、2年前ぐらいに飲む量多すぎて、心臓発作を起こして、そのリルウェインみたいになっちゃって、で、その時は初めて、そのもうほんまにお水が高くてアトランタって、そのソーダが 安くて、で、シロップ持ってて、で、時間もなくて、移動ばっかでってなったら、やっぱ飲む量も多くなって、で、寝ないでずっとやってたら、心臓の普通に、あの、ジャパンっていうのを取りに行ったんですけど、向こうにアトランタで行ったの2年前ぐらいに。その PV の撮影中に、その、それも記憶ないですけど、いきなり倒れて、病院運ばれて、まあ、で、まあ、スコデインいきなり多分摂取を、そんで水の飲まなすすぎっていうので。で、そっから、やっぱ、ずっとこれだけ飲んでても、痛みから逃げてても意味ないなってなって、で最近はなんていうか、できるだけレコーディング時だけとかずっと飲んでたんですけど、昔はもう今は必要な時だけ、本当に痛みがやばい時とか、もう別にクールとも思ってないし、俺がリーのことを、別に俺は流行らす気もなかったし、なんていうか日本にただなくて面白いなってぐらいで俺は始めちゃって、でみんな今間違ってなんかブローン液飲んだり、他はレベル、アネトーンとかなんかそういうのがあるらしいんですけど、そういうのを飲んでみんなハイになってその真似しててとかいうのは悲しくて、だからあんまりそのリーンの好きな銘柄とかもし言っちゃったら、またみんなそれでなんか勘違いしてとかあったり、そういうのも嫌やなとか思うんですけど、僕が好きなのはアクティビスト。はでももう今なくて1本1000ドルぐらいかな、もうあってもこれぐらいで、430ミリで1000ドル超え、だから10万超えぐらい で、あとはもうほぼフェイクで、んでまあ僕に今あってるのはハイテクレーデって言って、ハイテックっていう有名なやつがあるんですけど、もともと紫やったんですけど、紫が最近その あまりにもその広がりすぎて色変えて、オレンジじゃなくてオレンジとなんか、まあ、レッドみたいな、こんな色なんですけど、こんな色の入ってくれとかっていうのがあって、まあこれですね、入ってくれとか今一番僕の調子いいですかね。ライブとかも喉通るし、その他のもんって鼻詰まったりとか、なんか音楽の邪魔しないですよね。ずっとスタジオにいて音楽聴けるし、他のことになんか集中いかへんっていうか。だから僕はずっとこれ飲んでるっすね。